千歳楼、千歳楼、千歳楼は、愛知県春日井市玉野町に、かつて存在した旅館、玉野川渓谷に面する場所に位置する。2017年現在は、心霊スポットとして知られている。1928年に、千歳楼社長、桜井公男の祖父が、名古屋で料理店として創業した。1952年、株式会社化。1954年、現在地に移転し、旅館業を開始。乗降寺駅に近く、春の桜や秋の紅葉が楽しめる場所として、1935年頃から、付近一帯は、名古屋近郊の観光地として、栄えるようになった。千歳楼もこの渓谷の風景と付近の低密寺を、観光資源として、名古屋の奥座敷として、多数の客を集めた。千歳楼の客の中には、政府系金融機関の総裁をはじめ、事業家、高僧、文人などもいたといい、多数の芸者が呼ばれたという。こうして活況は昭和30年代まで続いたが、自家用車の普及などによって徐々に、信州、飛騨といった場所に、名古屋からの観光客を奪われるようになっていった。瀬戸に近いという立地から、1980年代には、陶芸作家がよく利用する場所ともなっており、当時の千歳楼の女将は、陶芸作家との交流があった。そのため、加藤藤九郎、川本五郎、加藤拓夫といった著名な陶芸作家の作品が旅館に置かれていたという。また、総合結婚式場を併設しており、本格的な日本料理も有名だった。最盛期の1994年には年商10億円近くを記録したこともあったが、しかし、その後、来客数は減少していった。付近に最も多い時で8軒あった旅館は、すでに1999年時点で、千歳楼を含めて2軒にまで減少していた。千歳楼は、瀬戸焼ツアーの計画をしたり、著名な料理人を総料理長として招聘し同時に、料理教室を開催するなどの経営努力を行ったものの2003年に6億円の負債を抱えて倒産した。長年仕えた従業員22名は解雇された。帝国データバンクは宿泊客、来場客が伸びなかったためついに行き詰まったと分析した。2003年10月の廃業以後、千歳楼の建物は放置され、愛知万博が終わった2005年頃から荒廃が進むようになった。債権者らが1階の窓ガラスを割って、室内金庫、高級食器、客が忘れていった腕時計や宝飾品を次々に持ち出していった。さらに建物の抵当権が大手都市銀行から債権回収会社に移り、管財人との連絡も取れなくなったため、取り壊しを行うことは難しくなった。そうした中、2008年4月5日に、旅館屋上の枯れ草から出火し、エレベーターホールや大広間が焼ける事件が発生した。これ以後、繰り返し不審火が起き、特に2008年8月22日の火事は5時間に及ぶ大火事となり、木造平屋風呂棟と木造2階建て事務所の合計200平方メートルが焼けたという。屋上には雑草が生え、多くの窓ガラスや障子が破られて、廃墟となった旅館は、やがてインターネット上で心霊スポットとして知られるようになった。夜中には若者の集団も不法侵入するようになり、そのため2008年8月以降は、現地の消防本部が侵入対策としてフェンスの設置やパトロールを行っている。しかし、その後も不法侵入は繰り返され、防犯カメラ6台の設置などの対策も行われた。2017年現在でも過去1年間の近隣住民からの通報は10回以上に上り、同年7月には肝試しのために侵入した高校生9人が書類送検されている。なお、2012年8月に16歳の少年と名乗る人物の通報があり、旅館1階から身元不明の白骨化死体が見つかっている。ありがとうございます。